こんにちは。やっほー。こんにちは。久しぶりです。ショールームの皆さん。ショールーム久しぶりです。こんばん、あ、違う。こんにちは。今。何時だっけ ?2 時とかでしたかな。2時です。こんにちは。やっほこんにちは。すごい久しぶりな気がします。わー、皆さんありがとうございます。来てくれてこんにちは。やっほー。755にこう始まりました。こんにちは。すごい。いつぶりだろう。でもそんなに？ちょっと久しぶりです。こんばんは。半月ぶりぐらいですかね。どうだろう、ちょっと忘れちゃったんですけど、今日も毎日ドボン対戦ありがとうございます。こちらこそ。そう、今4月末までドボンのイベントをしてるので、ドボンをちょっと片手にやりながらお話をいろいろしたいなって思います。もう話すこといっぱいな気がする。はい、こんばんは。今日はまず今日は4月の24ですね。24日です、の日曜日です。あ、大河ドラマいろいろ録画しなきゃ。こんばんは。こんにちは。はい、そう、日曜日ずっとショールームしたいなって思ってて、でもできてよかったです。こんにちは。時間合わせはどうしよう、したいんですけど、ちょっとなんか結構ね、接戦でちょっとね、余裕がないっていうのが正直なところなんですけど、とりあえずやってる。そう、まだ大河ドラマ見てない。もう録画専門。確かに、どうしよう。でも本当に気持ちはあるんですよ。で、皆さんからもなんかこの本がいいよとか、その鎌倉時代の本を、参考の本をもらったりとかして、本当に気持ちだけはあるんですけど、っていうことを伝えておきます。こんにちは。はい、そうですね、なんかお昼だからどんな人が来るのかって感じなんですけど、まあいつも通り。そう、なんかなんだろう、夜だと結構ダラダラ話していいっていう気持ちになるんですけど、お昼はダラダラしていいのかなって思っちゃうけど、ダラダラしよう。はい、なんですけども、こんにちは、ありがとうございます。貴重な日曜日の時間を見に来てくださって、使って1ヶ月前はそうだ、1ヶ月前は舞台の2番目でもいいの初日、そしてカナブの卒業公演。早いね。1ヶ月前がちょうど舞台の初日だったんですね。早っ。もう本当に10年ぐらい経った気持ち。イエーイ。ね、カナブンはこの間渡辺美由紀さん、ミルキーさんの YouTube にね、そう、普通に AKB としてじゃなくて、カナちゃんとして、
かなちゃんとして出ててダンスを踊ってて、そうなんか皆さんのコメントで知って、見てすぐ見に行きました。えっと、そしたら相変わらずダンスが上手くて、で本当に可愛かった。ですぐ LINE しました、見たよって言ってそうなんです、でなんか会いたいねって言って今度会おうねってなりました。いつとかは決めてないけど、だから会います。今度なんかニコちゃんの風船飛んでる。なにこれかわいい。嬉しい。かわいすぎる。なにこれ、ありがとうございます。めっちゃかわいい。ここにいます。かわいいね。すごかったですね、ミルキーさん。びっくりした私も。なんかそのミルキーさんの YouTube 見たことなくて、その企画自体も知らなかったので、って思って、そうカナブンが出てるよって言うから、どういうことって思って見に行ったら、なんかそうダンスが好きな子たちを集めて一緒に踊ろうみたいな会を開いてらっしゃって、 そこにいました。ありがとうございます。風船ね、こんにちは。サムネイル公演初日良かったです、ありがとうございます。そう、一番大きい話題はそれですね。なんと新チーム4、クラノーナルナルチーム4の初日公演に出ました。イエーイ、すごい楽しかった。もうそれも本当に1年前ぐらいの気持ちなんですけど、これはいつだっけ、19だからまだ1週間くらい経ってないくらいなんですけど、本当に楽しかったです。あっという間でした。こんにちはね。私のためのギフトみたい。そうなんですか、違うかメンバーそれぞれにあったギフトなの、違うか。はーちゃんのユニット予想当たった。あ、すごい。そう、1週間も経ってない。そうなんだ、クロース。そう、そうですね、感想を喋ってというか、そうメールとかで、あ、メールで振り返りしてない。そうだ、なんかいつもコンサートとか新公演とか、なんかそういう、あ、セットリストが新しくなったものが始まった、なんか新しく始まった時にいつもなんか振り返りメールって一曲ずつ振り返るやつやってるけど、今回やるの忘れてました。そうだ、まあ、ちょっと振り返ったかけどまあでもここで振り返っちゃおう。なるなるポーズとルンルンポーズかぶってる。確かにちょっと似てますよね、思いました。でもさ、ルンルンはクルルンのルンルンはなんかワキワキなんか若ちこみたいな感じで、なんかこんなんやってた気がする。なるなるはなんかこうなるなるみたいな縦なのかなって私は勝手に思ってた。そうです。そうですね、感想なんだろう。まずまずもうそうだな、なんですかね、やっぱりでもいろんなところでいろんなメンバーが言ってるんですけど、ちょっと今までにない曲が多くて、サムネイル公演はそうです。なんだろう、だから初めて、まあそりゃそうかって感じなんですけど、初めてやった曲が多くてね、なんか歌詞もなんて言うんですかね、この間までは手をつなぎながら公演
ていう公園で、すごいなんかもうザ公園みたいな感じで、もう汗かいて大きく踊って風になるみたいなそういう元気な公演っていうか、割と若い公演をしてたので、それとのギャップがすごくて、そう、もう今回のサムネイルはもうなんて言うんですかね、元気にやってっても済まされないっていうか元気にやることはもちろん大切だけど、そう、なんか済まされない感じでちょっと難しかったですけども、とっても楽しくて、はい、なんかね、でも大人って思ってたんですよ、そのサムネイル公演大人だなって思って、めっちゃ大人って思ってたんですけど、意外とオープニングの体力がめっちゃ使うんですよ、オープニングで。そう、意外とふうみたいな終わった後、そうだからね、どっちもあるあります。あとなんかシングル曲とかも多いから、もし AKB の曲にあんまり詳しくないなみたいな、最近 AKB 好きになったぞっていう方でも、あ、これは知ってるみたいな曲が結構あるかなって思うから、そうね、それいいですね。ちょっとまず AKB 劇場デビューしますって方におすすめします、はいおすすめしてください皆さんね。こんにちは。いや本当に初日公演に出れるってまさか、絶対出れるなんて思ってなくて、本当に全く思ってなかったので、ね、ラブトリップ好き、わかります、もう大好き。私もラブトリップ一回もあるんですけど、コンサートで全員でとか、そのワンポジみたいな1個の場所でしか踊ったことなかったから、立ち位置入って自分の歌いがあってっていう状態、ラブトリップできて嬉しかったです。私もシングルの中で一番好きかもってぐらい好きなので、ラブトリ、あとはシングル曲、あと唇に Be My Baby も大好き。そう、あれは初めてやりました、もう全部振り自体も初めて。そうです、こんにちはね。え、 SNS に写真がたくさん載ってて嬉しくなった。確かに嬉しかったです、いっぱい撮ってもらってこんにちは。そう、オープニングがめっちゃ元気。みゆさん、下尾さんがはーちゃんかと思ってました。嬉しすぎるでもなんかね、言われます、たまに。下尾みゆさんとちょっと似てるねって。何ですかね、なんか背丈なのかな、なんか似てる。でも私いろんな人に似れるんですよね昔から AKB 入る前から、そう、中学校とかでも、私がこれ前も話したか、3年生ぐらいの時、自分が3年生の時に、なんか1年生、中学1年生に、はーちゃんに似てる子がいるよって言って、すごい話題になりましたっていうぐらい、そう、結構似れるんです、どこ誰にでも、はいね、こんにちは。え、そうですね、じゃあもう1曲ずつ振り返った方が早いですかね。まずオープニングは月中で始まるんですけど、月中はですね、アンナさん公演でやってたんですよ。だから結構慣れっこだったんですけど、慣れっこのつもりだったんですけど、意外と難しくて、ユイリーさんになんか体の使い方が難しくて、そう教えてもらって、なんかその月中は結構最初の方にレッスンしたんですけど、
その時にあの坂川ひゆかちゃんも一緒にレッスンしてて、それでそのね難しい振り、なんかこういう肩で移動するみたいな振りがねあるんですよ。それがすごい難しくて、なんかできるっちゃできる、仕組みは理解できるんですけど、なんかゆりさんとかはすごい、ゆりさんとかも先輩はめっちゃいい感じなんですけど、なんか私だけなんか変だなって思って、ゆりさんにどうしたらいいか聞いてたら、ちょうど同じ時にひゆかちゃんがなるさんに同じことを聞いてて、これができないってことを聞いてて、あのひゆかちゃんと一緒にあの教わってました、先輩2人に。できないねって言って、こうやって本当にゆいりーさんはダンスの先生みたいだし、なるさんはなんか分かんないですとか教えてくださいって言わなくても、なんかあできなす、なんかここ分かんないなって思いながらちょっとこう練習してると、言ってないのに教えてくれるんです。なんか教えこう隣で何も言わず一緒にやってくれるって、すごい、それがは頼れるキャプテンだって思いました。そうなんです。あとは月中はまあやって、月中青臭いロックか、青臭いロックはもう大好きです、大好き、え本当に大好き、はい青臭いロック大好きで、これ初めてかな、なんか初めてなのかな、初めてですね。そう、振り付けがすごい好きなので、ずっとこれ今後ねずっとこの公演でやっていけるっていうのが本当嬉しすぎて、もう嬉しいんですけど、これはもうノリノリでやってますはい、あと次なんだっけ、次はランナーズハイは最後の、ランナーズハイはなんかみんなで一番苦戦した曲かもしれないです。まあ、ダンスのなんかステップもなんか合わせるのが難しかったりとか、あと歌が意外と難しくて、そうボイトレで先生になんかまあ時間が限られてるので全曲はちょっとできないっていうことで、あの全員曲何曲か中盤の曲が結構歌が難しいので、それに絞って何曲かに絞って先生に指導してもらったんですけど、歌をランナーズハイは入ってなかったんですよ、その何曲かに。そうそう、だけどでなんかその決めてた3曲ぐらいが終わって、あでもまだちょっと10分くらいあるからなんか1曲違うのやりますかみたいなって、じゃあなんかランナーズハイやってみますかみたいな、たまたまなったんですよ。そしたらめっちゃむずーみたいな多分皆さんも実際に歌ってみたら、え意外とむずいってなると思うんですけど、そうなんか聞いてたらなんかニャ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 ンって歌えばいけそうって思うんですけど、意外となんか不思議な音程で難しくて、そうだから、えやってよかったねって一番みんなで、みんなハテナ、最初ハテナでそうだから結構練習したなって、それは 一番ぐらい練習、歌がねしました。オンデマ見ながらショールーム見てます。すごい、今度でもそれやり、あーなんかでやりたいですね私はでも途中までしかまだ見てないんですけど、オンデマ、あそうランナーズハイは歌詞が良くてね、何もしない、あドボンもやってくれて、あの何もしないより汗かいた方がいいって、でそう歌詞がめっちゃなんかおちゃらけてるなんか本当に
通にさらってみたらめっちゃチャランポランって感じの曲で可愛い、ただあー可愛いって曲なんですけど、ちゃんと歌詞見たらめっちゃいいこと言ってると思って、なんか私はこのレッスンしてる時期にこうドボンもさやっててレッスンもしてたりして、なんかあドボン頑張なんかそうドボンは自分でさ頑張りますって言ったから自分で決めたことなんですけど、頑張りますって言わない方が良かったかなって思って、その両立的にねレッスンとの思ったこともあったんですけど、ランナーズハイを聞いのレッスンしてる時にそう何もしないより汗かいた方がいいとか、本気で生きること試すのもいいさ、本気で生きること試すっていう表現がすごいなって思って、確かに試すのもいいなって思って、すごい勇気づけられて、よしやってみようみたいな気持ちにまた慣れたりして、あドボン、そうだからすごい歌詞がねいいなって思いました。ランナーズハイは好きになった、この公演このレッスンを通してね、こんにちは、はーちゃんが MC でなるちゃんや七瀬さんに褒められていて嬉しかったね、嬉しかったです。私もなんか準備してよしもうそろそろ MC 出るぞって思って袖にいたら、なんか七瀬さんが私のことを話してくれてて、って思ってめっちゃ袖から覗いてたんですけど誰も気づいてくれなくてお客さんも誰も気づいてなかったそうなんだねー、こんにちは。あ、そう今ドボンしながらやってるので、もしタイミングが合えば会えますこんにちは。それで次はランナーズハイやって、そうもうこれで最後が私は好きなんですけど、ランナーズハイのなんかチャララチャ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 ンみたいな、最後チャ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 ンって終わるんですけど、なんか汗拭ってふーって終わるんですよ。でもそこでオープニング終わったっていう気持ちになるんですけど、そっから Be My Baby が始まる、じゃん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 、この曲は本当に大好きで、 AKB48 入る前、自分が入る前に発売されてた曲なんですけど、すごい本当に本当になんか何回も何回も MV も見たし、そう本当に大好きで、でもなんか踊れなくって、そのファンの AKB48 のファンだった時は振りコピとかやってたんですけどそうそう、だけどこれはなぜかなんか全然踊れなくて、だから踊れるようになって嬉しいですそこはい嬉しい、大好きなの、注目ポイントはですね、そうですね、どこだろう、この曲は、大好きな言葉にはできないをめっちゃちゃんと低くやってって先生に言われて、結構頑張って低くやってるのでそこを見てほしいです
言葉にはできないってやってるので、そうですよね、難しいです。そう、しかもあのお曲はすっごい早くて、リズムが本当に振り振り見て、お母さんとなんかそのレッスンが新しい曲を入れた日の振り振りっていうかリハ振りを結構お母さんが見たいっていうので一緒に見ることが多いんですけど、それ見せたら、え、これ早送りじゃないのって言われたくらいすごい早いんですよね、あの曲意外と。そうだよね、難しいです、皆さん難しいです。あ、わかった、 Be My Baby の好きなところは感想ですね。感想はなんかなるさん、なるキャプテンにあのダンスを見てもらうっていう、グループごとにっていうあの定位になってて、まずはあっちの上手のチームがこうやって見せて、なんか全然できてないじゃんみたいな言われて、で私たち下手のチームが見せて、あ、ちょっとダメだなみたいな、できてないよって言って、それで真ん中の3人が見せて、おお、いいじゃんいいじゃん、でも私の見ててってなるさんが踊って、おわすごいキャプテンって言って、みんなで踊ってっていうのがあるんですよ。知ってましたか？そう、それが好きなので、これはだからオンデマンドで見たらわかるのかな、定点っていうかその全体を見た方がわかりやすいのかもしれないです。おーってなるさんが踊った後にやってるんです。それが楽しいです。そうなんか踊れ、その日によって踊れてるそのチーム、まあここはずっと踊れないかもしれないしその日によって、お、今日はいいじゃんみたいな日もあるかもしれないし、そうだからそれはちょっと日によって全然人によっても違うから面白そう。こんにちは、知ってるってすごい。そうです、きょんちゃんがね、そう、きょんちゃんあれ YouTube ですかね、きょんちゃんの YouTube に上がっているんですかね。そうそう、きょんちゃん、私きょんちゃんと新芽が多くて今回、そう、ほぼ新芽で歌割りが同じとか多いし、そうなの、だからきょんちゃんと2人でイエイやってることがとっても多いです。きょんちゃんのところにポジション、そうだね、DMM 見たいと思います、お願いします。あとはで、ユニットは、なんだっけ、すべては途中経過と、ひび割れた鏡だったんですけど、そうですね、なんだろう、すべては途中経過が、衣装が可愛くて、テンションが上がったんですけど、けど、靴がとんでもなく高くて、びっくりするぐらい高くて、あの公園って全部ヒールなん、ほとんどヒール、オープニング以外ヒールなんですけど、その中で一番高いのが全ては途中経過で、なんか振り付けが結構なんかこう、なんていうんですかね、ダンス、なんかこうスニーカーでやりたくなる振り付けなんですよ。なんかこう、なんていうんだろう、ダンスあんまり詳しくないから分かんないですけど、ストリートじゃないかな、なんていうの、なんかこういううんしょうんしょみたいな
なんかそういうステップとか、なんかそうヒールだとさ綺麗めな踊りになるんですけども、こういうなんかヒップホップみたいななんか振りが多いなって思って、だからレッスンの時は割と合ってたんですけど、急に劇場で衣装つけてやった時に全然できなくなっちゃって、うわヒールどうしようみたいなそう、それでね困ったんですけど、まあなんとかできました。そうです、もうびっくりしましたよ歩けないんだもん最初。そうでも本当に人って慣れるんだなって思います。慣れたもん、その場当たり衣装付き投資から本番までに何回かやって、でできるだけその慣れようと思って履いてたりとかしたら慣れたし、その他の靴もヒール高いんですけど全然も高くなく感じるようになったので、そうそうそう、慣れました慣れましたね。途中経過はそうですね、私はフレッシュコンサートで成人式メンバーが踊ってた印象がすごい強くって、5人でね、でそこででめっちゃカナブンの踊りが好きだなって思ってて見てたら、そのカナブンがやってたポジションだったんですよ今回。だからなんかめっちゃカナブンって感じで、違う、私はカナブンになれないんですけど、カナブンが頭の中にいるあれをやるっていうか思い浮かべた時、やる時はいないけど、全ては途中経過って言ったらカナブンなんですよ私の中で。そうだ、衣装が可愛くて本当に素敵な、本当に素敵な曲なのでやってて楽しいです、はい、ね、こんにちは。本当に誰もが好きな曲、聴いたら誰でも虜になる曲だなって思う。こんにちは、こんにちはちゃん。あね、なんか生写真でも来て、そうなんからしいです忘れちゃったけど、そうです。それでもう一個はひび割れた8人公演だから2つユニットやるんですけど、テルプラソ、なんだっけ、あ、ひび割れた鏡の方はそうですねひび割れた鏡、これも衣装がね素晴らしくて、なんとこのちょうど胸のところにひび割れた鏡たちがついてるんです。そうだからもうとてもやりやすかったです。そうひび割れてるからさ、あ割れ、でも実際に割れてると本当に割れてる気持ちになるんですよ。だからあ割れてるわって思ってなんかそう、正直レッスンの時とかはなんか難しいなこの曲って思ってて、まあ、振り付けもすんごい今までやった曲の中で一番少ないんじゃないかっていうぐらい少なくって、もうたっぷりゆったり時間を使う振り付けなので難しいなとか思ってやってたんですけど、衣装着たらここがひび割れてるもんだから、うわっもう着ただけで悲しい気持ちになってもう衣装の力ってすごいなって思いました。そう
あとなんかね、後ろの壁がなんかひび割れるんですよ。後ろの壁の鏡もギザギザになったりとかして、それがすごいです。今までにない感じ。ひび割れたその鏡。スカートのワンピースなんですけど、スカートの下の方も割れてる、ガラスが割れてる風になってるんですけど、見えましたか。 それはなんか薄くなってるから見えない、見えるか分かんないけど、下も割れてます、ひび割れてる。そう、すごいひび割れてるぞと思って感動しました。そう、ユニットはそんな感じで、そうですね、もうどんどんやっていくうちにいろんなユニットもできたらいいなって思います。そう、鏡、本当の鏡じゃないんですけど、鏡風。ね、すごかった。今回のね、公演はワンピースが多くて着替えがしやすい。本当に全部ワンピースかもっていうぐらいワンピース、着替えがとってもしやすいです。はい、あとはもう中盤ですね。中盤は本当に好きな曲しかない、全部好きですけど特に好きです。中盤、だいたい公演の中盤って好きなんですけど、いやでもあの MC をして、なんか5人で MC するんです。それで MC して、では続いてはこちらの曲です、どうぞって言って、そのもうこの MC の中からなんか誰が私を泣かせたという、めちゃくちゃシリアスな曲に行くのが難しすぎて、顔がなんかいやー難しい。チーム4、前のチーム4の時とかはもう MC でどうぞって言って、イノセンスっていうちょっとセクシーな曲に入ってたんですけど、その時は完全に暗転してて、もう真っ暗になって顔が見えなくなってたので切り替えができたんですけど、だんだんなんか結構明るい中始まる気がする、体感として。だから難しいと思います。なんかその切り替えが全部難しかったです。こうで、こんにちは。ね、中盤曲いいですよね。そう、誰が私を泣かせたは本当に好きですね。あの公園に1個ある、あの、いや1個ない、ないか、あるある、公園1公園に1個ある、なんかなんて言うんですかね、夜道歩いてる系女子のまあ女子じゃなくてもいいけど、夜道歩いてる系のこのお話の、あの目が死んでる系のお話、なんて目が死んでる曲っていうんですかね、があって、そう、ダークな曲、確かにその表現いいですね、ダークな曲。そう、それがそれですね。いや本当にかっこよくて、振り付けもなんかめっちゃかっこいいんですよね。なんだっけ、なんか泣かせたってこうやってこんな感じでやってるんですけど、で最初こうだと思ってて泣いてるから、
誰が私にお腹を触ったってやってると思ってて、なんか急に可愛いなって思ってたらこっちでした。で2番になるとしゃがみ込むんですよ。それがもうかっこよい。2番のサビはしゃがみ込むというか膝立ちみたいにするんですけどね、なんかなかなかないじゃないですか、地面に膝をつく振りって。だからすごい、うん、なんだろう、印象的な振り付けだなと思ってすごい好きです。はい、あとはこれは本当に楽しいので楽しいのと、でその後にもうその目が死んだ感じでじゃんって言った後すぐに花は何をって言って、結構はぁっていう曲に行くので、それもいやいやいや待ってくれ待ってくれっていう気持ちになっちゃうあ、じゃあ急に目が生き生きしなきゃいけない。結構気持ちがね忙しいです。確かに中盤の黒い衣装かわいいですよね。かわいい。不夜城六本木、そう六本木のね。こんにちは。クララと仲良くしてくれてありがとう。クララ、クララ卒業してもご飯行こうねって言って行けてないから行きたい。でその次のだから君が好きなのか、もうこれもとってもいい曲で、なんていうんですかね、これをこの曲を全ては途中経過の衣装でやりたいなって。そう、全ては途中経過の衣装はなんかお花がいっぱいついてて、なんかお花って感じの衣装なんです。でこれ、このだから君が好きなのかはお花のねお話ではないけど、お花っぽい曲、そうなんかお花って感じの曲だから、これをあれでやりたいなって思ってて、すごい可愛い、もう大好きです。なんかこの今ちょうどこの春に聴きたい曲ナンバーワン、ナンバーワンかもしれない。これもいい、なんかなんていうんですかね、なんかちょっと切ない、切ないっていうかなんか抽象的で可愛い曲となっております。これはそうですね、あ、これはなんか大体が2人固定された2人で歌うんですよ。なんか2人歌って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 サビ、2人歌って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 サビみたいな感じ。この2人がペアで結構固定されてるんですけど、その私の歌ったポジションのペアがユイリーさんと2人の歌りのペアで、なんか不思議な感じでした。なんかなんだろう、全体を通して前のチーム4公演でユイリーさんと絡むことが結構あんまりなくて、意外と思って思えばそうなかったし、しかもキャプテンっていうあれだったから、なんか今回はそのキャプテンじゃないし一
メンバーとしてゆいりさんといるし、あとなんか絡むっていうか一緒に歌うところとかも前よりある気がする。でそれがなんかすごい嬉しい。そうです、ゆいりさんと二人で、ね、歌うのが嬉しいです。そうです。そうですね、うん、これはもう可愛いのでリピートしそう。私もこのレッスンした時からずっと移動中とかこれずっと聞いてたりしてましたので、リピートしそうな曲ナンバーワン。こんにちは。そしてその次がラブトリップですね。ラブトリップ本当にできて嬉しい。ラブトリップ君はどこに。ラブトリップはこれはもう楽しいしかないです。何ですかね、ラブトリップ。でも一番苦戦しました。なんか今になればこうやって楽しいみたいな、ラブトリップ好きみたいな言ってるんですけど、もう私ラブトリップ曲は好きだけどずっと苦手意識があって、なんかめっちゃ複雑なんですよ振り付けが、なんか細かくてこういう。でしかもコンサートでいつもやりますって結構大体ラブトリップ入ってるんですけど、そのなんかみんなもうできるよねっていう、ラブトリップはできるよねっていう雰囲気でレッスンがいつも進むから、あんまりちゃんと教えてもらったことなくて。そうだからなんかはいできますね、はいはい OK みたいな、そもう本当に全員でレッスンで大人数だから、なんかずっと不安みたいな、だからなんか苦手意識があったんですけど、今回でそれが吹き飛びました、うん、楽しい。そうでも本当に実際にみんなできるので、ラブトリップはなんていうんですかね、もうラブトリップと365日の紙飛行機とかそういうのはもうできるよねっていう。そういう雰囲気でね、コンサートの時はね進むので、はいできますっていう風を装っていつもやってる。そうです、やっぱりエイトさんとかは強いですね。結構もうずっとツアーでやってたとか、これもやったことあるとか結構多いので、でももうマスターでき、マスターっていうか振り付けはマスターできたのでよかったです。楽しくなった、よかった。あとね、なんかサビのこういう、あとお母さんが見に来てくれたんですけど、ゲネプロを、そう帰ってどうだったみたいな言ったら、これがなんかちょっと違ったんですけど、これがなんか
めっちゃ印象に残ったって全然違うことやってて、ちょっと今教えちゃったっけ。ラブトリップ、このサビのこれがね印象に残ったらしくてやってましたね。あれそう面白いですよ。ここにいる、でも真似したくなる。ぜひ皆さんも一緒にやってくださいそうそう、ね、エイトさん、そう今回のチーム4もエイトさん多くて、前回もいっぱいいたんですけど今回も多くて、なんかあの劇場入るときに検温するんですよ。で検温したらあのメンバーの名前がバーって全部チーム A、チーム B、チーム K、チーム4、チーム8さん書いてある表が名簿があって、そこに自分のところに 36.5 とか書くんですけど、その表がそのチームごとなんですけど、8さんだけチーム8っていうところに別にあるので、その県なんていうんですか、チーム8さんじゃないチーム A、チーム K、チーム B、チーム4こう書いてあるんですけど、チーム4だけめちゃくちゃ少なくって、もう8人ぐらいしかいないんじゃないかっていうぐらい少なくてびっくりした。あれなんでこのチーム4少ないのってそう思ったら、チーム8さん以外のチーム4がそれしかいないっていう、びっくりして。そう、ね、逆にチーム A がいっぱいいました。だからチーム8さんが少ないのがチーム A ねっていう豆知識です。どうぞご活用、ご活用くださいね。だからチーム4は8さん多めっていうジンクスがある、ね、確かに今回の初日公演もたくさんいらっしゃっていらっしゃりました。別にだからどうっていう、なんかちょっと前、その前の村山チーム4時代のこのチーム始まる前まではあれ、それまでは兼任とかが少人数でしたよ、ね、だからその時はチーム8さん全然関わりがないっていう感じでしたけど、もうその兼任、全員兼任兼任みたいなのが続いてもう 4,5 年経つので、もう全然なんかそういう雰囲気はなくて、あ、そういえばチームエイトさんだったねみたいなぐらいの感じだから、全然意識してなかったんですけど、そう確かにキャプテンもエイトさん確かにそうそうそうなんですよ、気づかなかったけどそうでしたチーム4は9人、少ないね、えびっくり両手びっくり仰天で思い出したんですけど、ゆりなさんとかがあのゲネプロ見に来てくださってて、そうゆりなさんなんかずっと楽屋のなんかなんていうの盛り上げっていうか、ゆりなさんが来たらみんなめっちゃ笑顔になってそうめっちゃおしゃべりして面白かった。あとみゆぽんさんとかも見てくださってたんですけど、あの終わった後にわざわざ LINE してくださって、そう綺麗だったよって言ってくださって、もうびっくり仰天です。それこそびっくり仰天、本当に嬉しかった。うん
ニポンさんずっと一緒に踊りながら見てくださって、そうこうやって座りながらこうやって踊ってて、じゃあかわいかったです。そうですね、それでそのまま最後の曲、あの本編最後のあの日の自分もやって、でここでいつもは最後の曲のために一回着替えるんですけど、その工程がないので一着少ないのと、あと MC が少ないんですよねこの公演。そうだから、なんねあっという間に感じます。なんかそう MC が1個しかないのみゆぽんさんショールームで柱邪魔だなって言ってた面白すぎる、面白い、みゆぽんさん本当に面白い。それで最後の曲やって、その後もアンコールをいただいていただけたらアンコールをやるんですけども、アンコールは誕生日単語っていう、私誕生日単語ってユニット曲だと思ってました。3人とかのなんかユニット曲のイメージがあって、あ、え、あれ本当ユニットですか。そうだから16人の曲なんだと思って、誕生日単語は本当になんかレラッチさんみたいな、アンニンさんみたいな、お綺麗な方が、あ、お綺麗な方の曲ですね。もう私綺麗すぎて困っちゃうわっていう曲なんですけど、そんな曲今までやったことないしそうだから本当にそれこそ一番これが新鮮っていうか、なんか初めての感じで、何みたいな、もうただただ私美しいみたいなことを言ってるんですけど、もうこれも振り付けがすっごい かわいい、あのすごい素敵で、そうそう、なんかちょっと大人って感じで すごい最初なんかこんなに綺麗風な踊りでこんなにレパートリーあるんだってびっくりしました。なんか座ったりとかしちゃって、あのなんかもう寝転がっちゃったりとかするんですよ一瞬ですけど、そうそう、だから本当に、私が死んでもこうやってペンってなる、本当に死体ぶってます、その時はでも本当にそれ、え、見えてるんですかね後ろの方からは。最前列の方は絶対に見えてるんですけど、目つぶってるのとかどうなんだろうね、後ろの方だとそれは見えない、あ、見えるか、でも上になってるもん、こうやってなってるか、見えるか、あ、そうです、この衣装は新衣装というか、ちょっと新衣装なんですよね。なんか前の16人公演では多分紺っぽいやつ、なんかこう背中がこうワーッワーッてワーッて開いてるやつだったんですけど、スカートは私多分一緒で上がちょっと変わってる、着替えやすいようになってるのかな、どうなんですかわかんないけど、とにかくちょっと新しくて、そうこれも写真撮ったりしたので、ちょっとあのドボンのイベントが終わり
次第というかインスタグラムに載せたいものがいっぱいあるんですけど、ごめんなさい忘れてなくて、インスタグラム難しいね。ウェディングドレスみたいですよね。なんかそう、なんかウェディングドレスというか結婚式に来たお友達みたいな感じの衣装で、とっても本当に可愛いです。可愛すぎる衣装ね。それ誕生日単語やって、その後に君はメロディーもやります。君はメロディーなんて本当にやったことない、でイケビホテル入って、そう初めてやりましたけどね、初めてやりました。ですっごい楽しいです。もう本当に振りが本当になくって、だから自由です。皆さんも真似できるので、ぜひやってください。ハーモニー、ハーモニー、未来のために朝寝て、ねえ、なんかなんだっけな、そうなんかこの組閣に伴って、あのマネージャーさんの組閣とかも、組閣っていうのかな、もうあったりしたんですけど。のこの初日、その初日で、あの日で最後、最後っていうか、まあ AKB にはいるんですけど現場から離れちゃうっていうかね、そう現場に会う立場じゃなくなっちゃう、マネージャーさんがいて、あの違う部署に行っちゃうんですよね。そうそう、そのマネージャーさんも本当に村山チーム4をずっと支えてくださったマネージャーさんで、本当にもうなんか村山チーム4の顔と言っても過言ではないぐらい本当にずっと いてくれたマネージャーさんだったんですけど、で最後その蔵野チーム4の初日までっていうマネージャーさんとしていてくださってて、それでなんか君メロ聞いててすごい感動しましたみたいな、泣きそうになりましたって言って、ねえ確かに。でそう、私もなんかゲネプロ、まあマネージャーさんでスタッフさんなので、後ろのお仕事も、ね、公演中に後ろのなんかこう袖でなんかこうやったりとか、そういうお仕事があるのでゆっくりゲネプロ見たりとかできないんですけど、もう合間縫って見れるところは見て、ゲネプロを客席っていうか後ろの方で見てくださってて、であのだから君が好きなのかで、そのマネージャーさんの顔を 見えちゃったんですよ。それでうわっと思って、なんかめっちゃえって思って泣きそうになっちゃった。そう、あ、きょんちゃんのゆうちゃん、あ、そう確かに、そうそう、声だけ失礼、そうその方、そうなんです。まあ出会いもあれば別れもあるという、別れもあれば出会いもあるということで、新しいマネージャーさんが入ってきてくださったりとかもして、でなんと年下の方がいて、もうびっくり仰天です。今日めっちゃゆりなさん出てくる、びっくりです本当に。
私今21歳なんですけど、なんと20歳のマネージャーさんが入ってこられて、っていう、もうびっくり仰天、本当に。なんかね、すごい、ついに来たかって思いましたよ。ついに来たかって。まあでもそんな、うわ年下だぜっていう感じは全然なくて普通なんですけど、そうね、これがさ、でも自分が24とか25になってた時の20歳の方だったらまた違うんだろうなって思います。今はもうなんかそんなあれじゃないですけど、というか自分が21歳っていう自覚ないぜ16期も中堅やだって、キーやでもクルルンはね、私はまだ大丈夫って言ってました。あの年齢がね、お若いのでクルルンは、私はまだフレッシュだもんねえ、そうですそうです。あ、待って、時間見てない。あ、もうこんな時間だ、いっぱい喋った。それで最後の曲は翼はいらないでね、最後の曲は固定されてないんですよね、もともと。だから多分なるさんのとかスタッフさん決めてくださったんですけど、すごいいい終わりで、翼がベンチに座ったりしていい気持ちで終わります。はい翼いるな、めちゃくちゃ良かったね、ありがとうございますね、良かった。あの最後にね、あの曲っていうのがいいですよね。わかります。翼いらないも初めてやりました。これもちょっと頭頭脳戦だった最初は、え、次なんだっけってそれ、これなるさんとこうやってペアになること多くて嬉しい、最後に、はい、ねえ、そう、私ベンチに途中隠れるんですよ、ベンチの後ろに。それを見ててください、注目で。フォークダンスか。ああ、じゃあやったことあります。マイムマイムでやった。なんか修学旅行かな、なんだろう。キャンプファイヤーのマイムマイムやりましたよ。懐かしい。でも私男の子役だったんですよね。なんかわかんないけど。そう。難しい見失うわ、確かにめっちゃ移動しますもんね、メンバー。確かに確かに、いい曲ね、マイブマイブ懐かしい。ちょっと今頭ジンギスカンの曲しか出てこないんですけどね、ジンギスカンもやりました。という感じで、とっても楽しい公演でした。次の公演の予定は未定なんですけど、
まだ出てないメンバーがいたりとかして、まだこれからどんどん変わって、雰囲気がね変わっていったりとか、どんどん楽しみです。はい、どんどん成長できるように頑張ります。ドボン大生ありがとう。こちらこそありがとう。はい、という感じで、あとはあれですね、次は29日にクロフェス、クロちゃんさんのクロフェスがあります。なんと1日目の最後の一組ということで、夜の方なんですかね、夜の方なので、もし来れたら、来てくれたら嬉しいです。はい、これもまた終わったら感想とかショールームでできたらいいですけども、まあ、ショールームかメールかで言います。感想で思いました、雨の可能性ありますよね。どうするんですか、そしたら野外です。でも雨でもやりますよね。ギャークロフェス、はい、とっても今絶賛練習中ですので、お楽しみに。すごい楽しそう。はい、まだでもいっぱい、あ、いっぱいではないけど、まだ行ってないこともありますよ、何個か。お知らせ楽しみにしててくださいね。もしクロフェス行けないって悲しんでても、楽しみにしててください。はい、ではでは、私はドボンも頑張ります。ドボンはあと1週間ということで、皆さん皆さんに時間合わせが本当にできないのが申し訳ないんですけど、でもなんか時間合わせしてじゃなくてもたまに会えたりとか対戦できたりとか、あとドボンのコメントがすごい、もういいねがついたっていう、あ、皆さんもやってるんだっていう気持ちになれたりとかして、すごい元気になっております。はいね、いや本当にここまでやったからにはもう出たいなっていうね気持ちなので、頑張ります。頑張ります。はい、ね、難しい、頑張る。
言わない、くくります。本当に皆さんもいつもありがとうございます。じゃあ終わりです。終わりです。なんか話してないことあるか。待ってください。ありがとうございます。こんにちは。じゃあ終わりにしたいと思います。はい、今日はじゃあチーム4公演の初日の感想をお話しできて嬉しかったです。皆さん聞いてくださってありがとうございました。じゃあランキングを読んで終わりにしたいと思います。第13位の方から、つっちゃんさん、ありがとうございます。なたみさん、ありがとうございます。つっきーさん、ありがとうございます。よしのりさん、ありがとうございます。チョコレットさん、ありがとうございます。そしてしんやさん、ありがとうございます。マイケル・ジョーダンさん、ありがとうありがとうございます。ひまわりさん、ありがとうございます。セリナさん、ありがとうございます。おりんごさん、ありがとうございます。ポニーテール最高さん、ありがとうございます。やまちゃんさん、ありがとうございます。で第1位はしょうさん、ありがとうございます。イエーイ。ということで、皆さん聞いてくださって、見てくださってありがとうございました。本当に久しぶりにできてよかったです。では最後に自己紹介をして終わりにしたいと思います。はい、私がマイクを向けたらクロースって言ってくれたら嬉しいです。お願いします。あなたの視線と私の視線をクロース。ありがとうございます。埼玉県出身、蔵のなるなるチーム4のはーちゃんこと黒須はるかでした。ありがとうございました。バイバーイ。楽しかったです。バイバーイ。皆さん明日から1週間頑張ってね。バイバーイ。